鈴木優真へ、三沢から樋口へのボールになる。樋口ワンタッチでヘッドを入れて、鈴木は切り返した。そしてマイナスのボール、上田綺世、鈴木優真から上田綺世。さあこれで1点差、0-3から2-3です。ちょっと重心が重くなってたんで、このサイドチェンジを入れながら今度はハーフスペースを狙っていったと。やはりあの深いところまで鈴木優真が進入できたところと、あとこのピタッと足元を入れたコントロール、はい、あと相手をいなすところ、まあ、岩崎とすると鈴木優真打つんじゃないかと思って滑ったと思うんですよね、はい、ここで。そこでしっかり自分が無理しないで一番